まあ、正直にやっぱ嬉しいですし、自分ら去年できなかったことをこうやって後輩が成し遂げてくれたことをすごく嬉しく思います。いや、やっぱこういう熱い試合を見てるとやっぱ自分もやりたいなっていうのがやっぱ大きくて、まあ本当に頼もしかったんで、もう楽に見てられた感じでした。まあ、そうですね。まあ、自分は負けた側なんで、その勝った心境っていうのはあんま分かんないんですけど、まあなんだろう。まあ、すごい勝ちにこだわってた方は自分だったんで、やっぱこういう結果になったのかなと思います。おめでとうっていうことを伝えたいのと、やっぱまあこれで終わりじゃないし、 2年と1年はまあ来年プリンスリーグで、まあ県リーグより難しい試合がたくさんあると思うんで、そこでパワーアップしてほしいのと、3年生はいい沖宮城をできておめでとうっていうのと、まあ来年以降、まあ進路は別々だけど、まあぜひジェフに戻ってきて、また自分とプレーしたいっていう気持ちがあります。おめでとうございます。